アメリカ中西部の町、ラクーンシティ、絶海の孤島、ロックフォード島、第二のラクーンシティとなったシーナ島。大量の犠牲者を出したこの一連の事件は、いまだに数多くの真実が隠されている。事件の背後にうごめくのは、多国籍企業として知られるアンブレラ。この正体不明の企業の成り立ちはほとんど知られていない。一体いつ誰が創設したのか。そして T ウイルスはどのようにして作られたのか。全ての謎を解き明かすには、発端となった洋館事件以前に戻らなくてはならないだろう。私に任せて。いいのか、映画館って言ってたろ。あなたもそう。じゃあどうしたらいい。しばらく延期するんだよ。でも研究開発部の連中だ。全ての始まりはラクーンシティ郊外で相次いだ猟奇殺人事件の捜査だった。我々の想像をはるかに超えた悪夢のような出来事が待っていようとは誰一人知る由もなかった。どうした。エンジントラブル発生。緊急着陸します。現在位置と周囲の状況を確認しろ。隊長、あそこ。隊長。うん。どうした。裁判所による移送指示書。囚人ビリー・コーエン元少尉、年齢26歳、7月22日軍法会議により死刑判決。直ちにレガソン基地へ移送の上刑を執行のこと。つまりこの野郎が MP たちを殺した上まんまと脱走しやがったってわけか。いいかみんな、手分けして周囲の捜索に当たれ。相手は残忍な凶悪犯だ。油断するな。ラクーン市警スターズのチェンバースです。聞こえたら返事をしてください。誰かいますか。政府はこの度しかしながら2年前に同じような危険が出てきた際、
地方自治体が介入。どういうこと？確かに死んでいたのに。ビリー・コーエン少尉。ほう、驚いたな。俺のことを知っているだなんてな。死刑執行予定の第一級殺人犯、そして元軍人。ああ、なるほど。あんたスターズか。今あんたらとはお近づきになりたくはないんでね。おしゃべりはここまでにさせてもらおう。待ちなさい、あなたを逮捕します。悪いがお嬢さん、飾りは間に合ってる。バカにして。エドワード、大丈夫？何があったの？くそ、なんてこった。最悪だ。気をつけるんだ、レベッカ。森の中はゾンビや化け物でいっぱいだ。ゾンビや化け物？こちらレベッカ、どうぞ。レベッカ、聞こえるか？エンディゴだ。現在位置はどこだ？隊長、レベッカです。聞こえますか？応答してください。聞こえている。いいか、よく聞け。護送車で見つけたビリー公園の資料から、さらに詳しいことが分かった。奴は一度に23人もの人間を殺害している。23人もの人を。精神科への通院歴があることも分かった。十分に気をつけろ。聞こえてるか、レベッカ。とにかく油断するな。奴は見境なく襲ってくるぞ。隊長、エンリコ隊長、聞こえますか？応答願います。ここから先は危険だ。ひとまず協力しないか？あなたと協力ですって？まあ聞けよ、お嬢さん。なぜかは知らんが、中も外も化け物だらけだ。助け合わなければ命がいくつあっても足りやしない。お困りのようだけど、こっちは助けなんかいらないわ。あいにく一人でも大丈夫。それとお嬢さんって呼ばないで。わかったよ、父兄さん。なんて呼べばいいんだ？レベッカ・チェンバース。あなたにとってはチェンバース巡査ですけどね。それじゃあレベッカ、一人でやってみるといい。俺はここで待つさ。すみません、おじいさん。大丈夫か？
だあいつは。動き出した。誰が運転してるの。戦闘車両を調べた方が良さそうだな。待て、俺と協力するんだ。いいな。けど私わかんねえ女だな。さっきの奴にやられちまうぞ。わかったわ。でも覚えておいて、おかしな真似をしたら容赦なく撃つから。いいだろう、これを持っていけ。無線で連絡を取り合うんだ。いいな。デルタチーム、こちらデルタチーム、列車は確保しました。どうぞ。了解。こんなことありえない。なぜ T ウイルスが漏れたんだ。研究所のある洋館と列車とは3マイルも離れてるっていうのに。喋りすぎだ。そんなことよりこの事実が漏れたら破滅だぞ。列車を始末するんだ。完璧にな。引き込み線までの時間はどれぐらいだ。あと10分。どうした。戦火衝突だ。列車を止めるぞ。俺が後部デッキでブレーキ制御装置を解除する。その後でブレーキを動かせ。いいな。分かったわビリー。なんだ。気をつけて。ああ。私が後部デッキへ行ってブレーキ制御装置を解除する。あなたはここにいてブレーキを操作して。わかった。レベッカ。何。うまくやれよ。当たり前でしょ。解除した。了解。こっちの装置は任せて。こちらレベッカ、ブレーキ制御装置を解除したわ。了解。こっちの装置は任せろ。
の幹部候補養成所。初代所長、ジェームス・マーカス博士。誰だ、あの二人は。女はスターズの新人だ。ふん、男の方は。知らんな。静粛に、所長のマーカスである。当養成所の指針を告げる。忠誠は服従を生み、服従は規律を生む。規律は力となり、その力が全ての源となる。誰だ貴様は。洋館を T ウイルスで汚染させたものだ。列車のパーティーも私がお膳立てしてやった。何？これは復讐だ、アンブレラへの。な、10年前、彼はアンブレラによって殺された。お前たちも手伝っただろう。レベッカ、大丈夫か？ええ、ありがとう。届いた。持ち上げがいがあったよ。そのまま行ってくれ。まだこそこそと嗅ぎ回っているのか。だが何をしても無駄さ。ここはすでに私のものなのだ。目障りな君たちには消えてもらおう。信じられない。これがあの若造の正体だというのか。ありえない。だがもし事実だとするとアンブレラは終わりだぞ。奴の手で過去の秘密が暴かれればスペンサー会長もただでは済むまい。それは私たちも同じだ。この辺りが潮時だな。どうするつもりだ。アンブレラとおさらばする。T ウイルスを用いた生物兵器は完成間近。
あとは実践データを手に入れるだけだからな。そんなふざけるな。私の研究はどうなる。 T ウイルスはすでに完成したが、さらに強力な G ウイルスの完成まであと一歩なんだぞ。好きにすればいい。私は予定通りスターズを洋館に引きずり込む。奴らなら必ずいいデータを提供してくれるだろう。わかった。とはいえ、奴をこのまま放っておくことはできない。確か、養成所の地下には自爆装置があったはず。面倒なことになる前に、建物もろとも奴には消えてもらうことにするよ。あ、ダメ。もう無理。もう限界。大丈夫だ。ありがとう。いいさ、約束を守っただけだ。お互い協力しようと言ったろ。違うか。こちらレベッカ。レベッカ、こちらエンリコ。ミリー公園はまだ見つからないのか。あの隊長、まだ発見できません。捜索を続けます。以上。レベッカ、初めての任務なのにもう命令違反ね。経歴に傷がついちゃった。まあいいわ、今はそんなことどうだっていい。ビリー、私知りたいの。どうか真実を教えてほしい。本当に23人も殺したの？私、そうは思えない。お願い、本当のことを話して。あれは去年の今頃だった。俺がいた部隊は内戦の火消し役としてアフリカの奥地に潜入していた。密林の中のゲリラのアーチとその位置を特定し殲滅することが任務だった。だがアジトへの道のりはあまりにも遠かった。ある者は熱病にやられ、またある者は敵に殺され。部隊はいつの間にかたった4人になっていた。だが、そこはただの集落だった。どういうこと？デタラメな情報にまんまと踊らされてたってわけさ。だからって手ぶらで帰還するわけにはいかなかった。隊長は俺たちに罪もない村人を襲わせた。撃ち殺せ！皆殺しにしろ！隊長、やめてください。黙れ。やれ。よし、やめろ。それで、あなたも無抵抗な人々を撃ったの？だったらどうだって言うんだ。過ぎた話だ。もうどっちでもいいことさ。私、そうは思わない。ちっとも良くないわ。確かにみんなあなたを人殺しだと疑ってる。でも私は違う。あの護送車の MP だって化け物たちに殺された。そしてあなただけが逃げ切れた。そうなんでしょう？どっちにしても俺には二つの道しかない。軍に出頭して処刑されるか、逃げられるだけ逃げ続けるか、それだけだ。
よく似ている。奴はマーカスの子供、いや孫なのか。彼はマーカスの子供なのかもしれないわ。いいえ、孫かも。こいつは使えそうだ。こちらレベッカ。こちらビリー、いいニュースだ。ロープウェイを発見した。本当に？すごいじゃない。やっと脱出できそうね。ああ、早いとこ合流しよう。これは使えそうね。こちらビリー。ビリー、ロープウェイを見つけたわ。やっと脱出できそうよ。了解、すぐそっち行く。ええ、こんなところ早く出ましょう。生きてたのかレベッカ。他のみんなは？俺より先に来てるはずだが、会わなかったか。そうか、やむをえん。ここをまっすぐ行けばアンブレラが研究で使っていた古い洋館に着くはずだ。行くぞレベッカ。待って、ビリーを探さないと。ビリー公園、あの死刑囚を見つけたのか？ええ、でもはぐれてしまって。やつのことは気にするな、どうせ助からない。さあ行くぞ。でも隊長、私やっぱり探しに行きます。大丈夫、すぐに追いつきますから。レベッカ、わかった、くれぐれも気をつけろ。それが最後に見た隊長の姿だった。遊びは終わりだ。もっと楽しませてもらいたかったが、君たちには消えてもらう。私の復讐に邪魔なのでね。もう大丈夫、助かったのよ。ひどい。マーカスの研究の犠牲者たちだ。
思想ウイルスの実験台にされて捨てられたんだ。ビリようこそこの地獄の果て、楽しい宴を始めようじゃないか。君たち二人の弔いの宴を。お前はマーカス、そんな、どういうことなの。10年前、私はスペンサーの息のかかった者たちによって殺された。所長、あんたには死んでもらう。 T ウイルスは私が引き受けますから。ウエスカ、マーキン、だが奇跡は起こった。女王ヒルの持つ T ウイルスが長い年月をかけて私に新しい命を吹き込んだのだ。私は蘇った。私はアンブレラに復讐を誓ったのだ。そしてこの世の全てを地獄の炎で焼き尽くしてやろうとな。そんな真似させるか。ならば私を止めてみるか。急いでくれ。
いつ日光に弱いのよ。窓さえ開けられれば。ついてこい。窓を開けてくれ。分かった。その間俺が奴を引きつけておく。化け物野郎、これでも食らいやがれ。見て、あれが隊長の言ってた古い洋館だわ。ああ私、もう行かなくちゃ。報告書には高円少尉は死んだって書いておく。俺もゾンビの仲間入りってわけだ。ありがとう、レベッカ。